中、峠城は、下宇佐国相馬郡にあった、日本の城である、柴原城とも言う。中、峠城から見たことね沼北側にことね沼を望む、形で立地し、小学防火神からご北上氏の悲観になった河村氏の巨城であった。いつ、誰が築城したかについては未だに不明である。湖北村氏によると、 天文十年に、初代河村では守るかつ通るが中、峠城に入り、天文十五年には、第二代、河村修理の助が、城主になる。永6七年には、修理の助が、河野台で、北条氏に敗れて戦死し、河村氏は、後北条氏の配下となる。第三代当主は、河村山城を守る。第四代は、では守るで、天正十八年の小田原城征伐の際には、 小田原城中に詰めていたが、留守中に中、峠城が陥落した。その後、同年12月には、小金城主の武田新吉が治め、文禄元年には徳川家康の領地となり、名前が中、峠村となった。南北380メートルを底辺とし、東西420メートルの不等辺三角形の範囲に建てられた。南北と西方に崖があり、東方は、 第一続きになっている。戦国時代当時は、日立川を挟んで、芝崎城と対峙していて、その立地から見て、軍事、経済の両方で関連していたことが明らかになっている。特に中峠城は、北と西が直接、日立川の水域に面していて、さらには南に他日が入り、軍船が停留するのには、うってつけの場所であったと考えられている。さらには、 はじき変や、陶器変などが出土していて、南にも中世のものを多数出土している遺跡があり、重要な地であったことがわかっている。中、峠村が成立したのは江戸時代で、この城はそれ以前から中峠の城と呼ばれていたことがわかっている。結論から言うと、中峠という名前は一説には、坊主が由来していると言われている。坊主は、バウジ、ハウジと読まれていて、 下宇佐国では、ベウジ、ビャウジと転化したと言われている。また、境界線の意味から、峠という字が当てられていた地域もあったという。中世、諸領の境界線、特に昭円の境界線をめぐって訴訟が起きた際には、幕府にはそれを裁定する義務があり、その際の境界を設定するときに、東西南北の中間に、 新たな帽子が打たれたり、改めて大きな帽子が打たれたりすることが多い。中、峠とは、中と峠を組み合わせて、真ん中の帽子を指していると考えられている。ありがとうございます。